はーい。2022年8月27日、城山公園スタートで生きる力の野外授業。今日はね、ちょっとね、映画館の話をするんだけど、その前に嬉しいお知らせ。ドルフィンポート跡地のね、活用。これでね、鹿児島がなんとかなりそうだがよ。専門家の方が考えたじゃないかなっていうぐらいのね、ほぼ完璧なね、ストーリーがね、を聞くことができた。だから君たちも、あれだよ、ドルフィンポート跡地がその代わり体幹が立ったらとんでもないことになるからね、言っとくけど、とんでもないことになるよ。はい、まあそれは分かってるかもしれないけどね。で、今日の映画館話っていうのは、この前の、若草映画館か、仙台のあれにね、よすれたね、コメントの、続きっていうか、その人その人のね、思い出っていうのが、あれよ、あったみたいだよ。どこやったっけ。いや、コピーしてたんだけどね。和泉市にもあったって。鶴の町って、って言えばわかるかもしれないけど、和泉市にもね、元町か、本町の商店街に映画館があったんだけど、進学で町を離れている間にいつの間にかなくなってしまいましたって。やっぱり、ね、消えるもんだね。消えていった頃なんだよ。ほんで、中学生の時、これはなんていうのっけ、現場大戦っていうのっけ。ちょっと分からない。幻の魔法の大戦っていうね、アニメを見たのが最後でしたって書いてあるけど、おまかさんはね、小学校時代からね、勉強してないからね、漢字とかね、苦手なね。だから間違ってたら間違っててね、笑ってあれしてね。それとかね、どこだったっけ、いろいろあったけど、あれだよ、私の父は大口で映写劇をしていました。絵が上手で映画の看板も描いていましたって。わ、すごいな。それで、私や父が写す、ゆっくりと回るフィルムの横にちょこんと座り、いろいろな映画を見ました。メリーポピンズとか、この次これはね、その人でないと見えてないあれだけど、小さな窓からスクリーンにまっすぐ伸びていく光、想像できるかな。いや、この、短い一文だよ。そこをね、まっすぐに伸びていく光っていうのは、見た人でないと表現できないよね。それで今思ったんだけど、ゆっくりと回るそのフィルム、おまかさんもちょっと目にあれはないっけ、映画館、ちょっと待って、映画を見に行く頃にそのフィルムを持ち運びしてるのを見たことあるね。どれぐらいだったの、35センチぐらいあったんじゃないかな。いや、これは缶よ、缶。で、それに重たいみたい。で、それにね、フィルムがずっとこう、もちろん巻いてあるんだけども、だから、あれかもね、この、コメントくださった方は、あんまりよく覚えてないと、
幼かったんでしょうね。それで幼いなりにそこから映画が見れたということは、確かね、今考えてみると映写機がこう、映写機からこの要するに、あ、映写機は必ず2台あったよ。2台あってっていうのは、その1時間とか2時間ぐらいの、映画の場合は1本の映画に対してフィルムが3つ4ついったんじゃない。それでこう一つのものがこう映すでしょ。映すとね、だからそこが一つのはないよね。一つの、A っていう映写機能がそこからバーって照らすわけ。あの照らすじゃないな、スクリーンに映し出すわけ。ただね、その一方のその、フィルムが終わるときにね、画面のね、スクリーンのね、どっか左上の方にね、確かね、左上だったと思う、なんかね、ぐちゃぐちゃぐちゃってしたね、こう墨でなんか丸丸丸丸って書いたようなのがね、出るもんだって。左側にこうバーって出るもん。そしたらそれを見て映写機の人が次のフィルムの入ってる映写機のスイッチをポンって押すんでしょうね。だからそこのつなぎ目がちょっとこう乱れることがあったのよ。乱れたりね、そこがちょん切れて、なんか途中の10秒20秒がパッと切れるのもあったけど、だから、今考えてみると、そのスクリーンカメラ用の穴が2つ、それとその、映写機を映写技師さんがこう今どういうふうにあのフィルム、あのあれがスクリーン上に映し出されているとか、それからそのもうすぐこうぐちゃぐちゃってあれが出る頃だなっていうことと、ことで反対側の映写機側にスタンバイするときにまた見る見る穴って言ったら、4つ5つあったのかもしれないね。だからそのうちの一つから、多分よ、これは想像だけど、こうそうね、お父さんとフィルムじゃないや、そのスクリーンをこうチラチラじゃなくてゆっくり、見てらっしゃったんでしょうね。いや、そこの部屋の中はスピーカーがないからあんまり音は聞こえなかったんじゃないかな。その代わりスクリーン側の音はもう、なんていうの、あんまりいいマイクじゃ、あのスピーカーじゃないから割れてるような音がしたりしてるけども、そこの中はフィルムがあのアナログだからね、ぐるぐるぐるって回る音と、それからカラカラカラかな。ほんでおまかせさんは中高生の頃はだいたいその一番後ろ側で見てたのよね。それで映写機の近くにいると、その一本のフィルムが、巻き終わって、でカラ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 ってあの空回りっていうか、あのする音が聞こえてたもん。だからこのね、今回いただいたその大口で映写技師をしてましたっていう方の頭の中にも、その音がね、ここには書いてないよ、音がねあったはず。なんかもしかするとこの今のおまけさんのあれを聞いて、当たった当たったとかさ、そういうのがあるかもしれない。いや、このね、あ、それとあれだった、小学校の頃だけど、映画は珍しい頃よ。
で、将来の仕事っていうあれじゃなかったんだけども、映画館に行って、その頃はね、の映画館っていうのは時間はいつでも入れたのよ。映画が始まる前だけじゃなくてね。で、入って行って、暗いところに目が慣れるまではドアを開けて、だいたい左側に行ったけど、左に行って場内をこう見ますよ。見まして、ほんでちょっとこう左側を見ると、映写室からこう光がパーってフィルムが、スクリーンに向かって走っていくわけ。そんなにタバコを吸わない映画館もあったしね、そういう時間帯もあったんだろうけど、そしたらその光が出てくるところがなんかこう神々しい感じがするわけ、そしてふっと思った時に、この映写技師っていう名前は知らなかったけど、あそこにいるといつもただで映画が見れるんだよなと思って、多分あそこは座ってあれしてるんだよな。でしかもど真ん中だからね、スクリーンのね、いいなっていう。いや、その就職したいとかあれじゃないんだよ。いいなって、新しい映画が来たら一番最初に見られるわけだからね。で、風切り館なんかはね、もう立ち見席よ。ギチンギチン、ギチンギチンって分かるでしょ、ギチギチ、なもんだから、そういうのがあって、と思ってたところにこのコメントをいただいたわけよね。いや、贅沢だと思う。メリーポピンズの頃だから、いくつ違うんだろう、20ぐらい違うのかな。いや、見たよ、メリーポピンズは。あれだよね、あんまりそのラストシーンにはこだわらないっていうか、ラストシーン終わったら、はい、さようなら、さようなら、さようなら、なんだけど、このメリーポピンズはね、最後のところ、傘をさして、そのまま空中にふーっていく、去っていくわけ。そん時だけだったかな、もう行かないで、行かないでっていう感じだったよ。声には出さないよ。だからメリーポピンズはで一番、印象に残ってるのは、メリーポピンズが空中から降りてくるとこじゃなくて、去っていくとこだったね。だから、この方はそれを、ほら、お父さんの顔を見ながら、こうメリーポピンズをこう見たりして、何回も見たのかな、もう飽きるぐらいメリーポピンズを見たのかな、そうでもないか。父が映すゆっくりと回るフィルムの横にちょこんと座り、いろいろな映画を見ました。メリーポピンズとか、だからどうなんだろう、そのメリーポピンズを何回も多分見たとどの場面が記憶に残ってらっしゃるのかなと思う。もうちょっと動画をな、ここちょっと桜島フェリーのあれだから、駐車場がこの辺りでお開きにしようかね。はい、どうもありがとうございました。